こんにちは、お出かけポコです。今日は群馬県桐生市梅田湖周辺の川を北上します。最近古き昭和の温泉マップを手に入れて、今でも源泉が出てるのか暇さえあれば探索しています。さあ、源泉が組めました。いや、またこれを戻るのがちょっと憂鬱ですが、他の方の協力もあり、梅田温泉は現在企業の敷地内、今でも硫化水素、硫黄の香り漂う源泉が湧いてる情報をいただきました。押山温泉は組めることはできませんでしたが、周囲は硫化水素、硫黄の香り漂ってました。こちらの動画で探索の様子がわかります。さて、今回は源氏屋敷高専という温泉がどこにあるのかを探索したいと思います。源氏屋敷高専、現在は栃木県佐野市になります。ここへは桐生川の支流である貝沢川の支流である中川を北上します。実は中川というのでなく中川と読むらしいです。この川沿い道路は林道貝沢線という未舗装路になります。なお、赤色の区間は変な排気量規制があるため、土日祝日はバイクの方は注意してください。水沢林道、貝沢林道だったかな、水沢林道の起点ですね。最初はね、あの舗装路なんですけど、そのうち今フラットダートにはなるんですけどね、まあ、フラットダートになった時点で残念ながら土砂崩れで行けなかったんですよね。ちょっともう一回フラットダートの手前で通行禁止だったんですよ。はい、今日はね、行けるかどうかちょっと微妙なんですけどね。開いてますね。ちょっと行ってみますね。あと問題はね、こう一人で行くと、その温泉の跡がね、わかるかどうかが問題なんですよね。というか僕、下手っぴでね、あの道ばっかり見ちゃうから、周りの景色をね、こう見ながら走るっていう余裕がないんですよね。走るだけが目的ならいいんですけど、今日は走る目的じゃなくて、その温泉の宿があるかどうかが見たいんですよね。温泉の宿があった後ですね。まあ、ここももしかしたら釣りのポイントなんかもしれないですね。横ね、川が走ってるんですよ。ここじゃないよな、ここ石垣があるんですけどね、まさかここが温泉宿っていう可能性もないことはないけど、ここ今人の敷地ですもんね。もうちょっと行ってみますね。よいしょ。喋ってるとね、シールドっていうかメガネがすぐ曇っちゃうんで開けてます。やだな、結構濡れてんな。明日からね、4日間雨続きなんですよ。だからね、行けるのは今日がチャンスかなと思ったんですよね。あ、小さな滝が流れてますね。やばいな、いけるかな。甘いはね、ここですね。
土砂崩れで行けなかったのが、なんでしょうね、道の真ん中に思いっきり落ちてますね。ここにはないですもんね、温泉の宿の跡は。おそらく石垣かなんかはあったはずだから、それを目安に行ってみたいんですけどね。荒れなきゃいいんですけどね、道路がね。今のところは行けるんですよ。まだ葉っぱにね覆われてないからいいんですけど、急勾配の道ですね。恐ろしい。まあ岩肌見ても茶色くなってる部分はないですね。正直言うとね、温泉とかそういうのは茶色くなってなきゃちょっと分かりにくいんですよね。まあ、全ての温泉が茶色くなってるわけじゃないから難しいとこですけどね。ああちょっとフラットリンドじゃなくなってきてるな。いけるかなこれ。ただな、崩れちゃにした。でしょうかね、やられてます。ここね、土砂崩れがなかったとすればかなり斜めだった。ここが土砂崩れでしたとすると、そこ怪しいっすね。もう怖い。うわ、ここ古そうな道。昭和初期まであったとされる古い温泉宿だから彼はこの先が怪しいと見たが、一人で行く勇気はなかった。実は今日別の近くの沢でヤバいものを発見していたからである。これも大きいもんな。産み立てほやほやも発見していた。彼はあの動物を想像していた。このミラー曇ってる中、うわどん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 やばくなってきた道が。まあでも万沢林道や秋鹿大陰林道よりはまだマシだからいけるな。濡れてなきゃいいんですけどね。びしょびしょだったらもうダメだな。もう倒したくないんで。
全然ないっすね。そんな温泉があったような跡がさっきのところかな。これはなかなか奥地に行きますね。しっとりだと怖いなこの道も。ただね、まだ葉っぱがねそんなに生い茂ってないから、今日はね3月の22日ですか。道路の方を見ちゃうからなかなかね、こう景色までがわからないですね。まあ、渓流釣り解禁ですけどさすがにいないですね。あ、梅だ。彼は白い梅の木の他にたくさん別の花の木があることに気がついた。知らない花だったからツイッターで聞いたところ、フサザクラという花でこれで咲いてる状態なんだそうです。ここはもしかしたらフサザクラの群生地かもしれません。河原に降りる道は倒木があり、行くのはやめました。道路はね、でもそんなめちゃめちゃ悪いっていう道路ではないですね。今のところ。まあこれ山奥だからなんともね、秘境群馬ですから、これから先どうなるかわかんないですけど。職場だったら僕走れないな。乾いてるからいいけど、うわでもこんなに奥地にあるのかな、っていうかもう過ぎちゃったかな。ここに今だちょっと石垣あったけど、水はけ用の石垣ですもんね。こんなに奥地にあるのかな。距離ありますね。おそらく行き止まり林道だと思うんですけど、あ、やばくなってきたかな道が。川は綺麗なんですけどね。何でしょう、車のバンパーらしきものですね。ミラーとかここで事故っちゃったんですかね。うわーでっかい巨石すごいですわ。川が
右に移ります。道がやばくなってきたかもしれない。いやーこれ分かんないな、こんなに奥地にあったのかな温泉。さっきの民家の石垣かな、あそこが一番怪しいよね。あ、ダメだ、一般通行禁止になってる。これゲート開いてるからね、いけないこともないんだと思うけど。いや、わかんねえなこれ、全然わかんなかったっすね。一般通行禁止ですね。ちょっと歩いてみますか。いけないこともないなこの林道。残念だな。荒れてもいないもんな。あ、いけないこともないな。ただこれ山登っていくんかな。だんだん荒れてきそうな林道のことは確かですね。ないですね、温泉の痕跡は。残念だな。この後すぐ奥からここで仕事してる林業の方が来てゲートを閉めてました。そこで彼は地図などを見せて温泉宿の痕跡を聞いてみました。林業の方もこの辺で温泉があったと思いは初耳で、ゲートの奥も石垣などの痕跡はないとのことでした。ただこの辺りは栃木県佐野市なので温泉があったとしたら住所的にはこの辺りではないでしょうかとのことでした。今ここでね、林業されてる方にこの桐生大間の温泉でこの源氏屋敷温泉っていうのが過去あったんですけどっていうんで見せたんですけどね、初耳っていう形 で石垣とか多分温泉宿か何かあると残ってると思うんですけどと、っていう形 でそのゲートの上はですね、そういうのが一切いないみたいですね。で今現在いるのはここは栃木県らしいです。だからこの栃木県に入った時にその源氏屋敷高専っていうのがあるみたいなんですけど、残念ながらわかんないですね。わかる方がいらっしゃいましたら情報をお願いいたします。動画を最後まで見ていただいた方、場所がわからず申し訳ございませんでした。源泉を汲むために持ってきたペットボトル、その後彼は梅田湖の北側、岩から湧き出てる水を汲んで帰ったのである。にゃんにゃん、ただいまー。